山手68番館日本定休発祥の地記念日山手公園は横浜市中区の公園。日本初の洋風公共庭園であり、日本におけるテニス発祥の地としても知られる。山手公園建設のきっかけは1862年に発生した生麦事件である。リチャードソンをはじめとする4人のイギリス人は、 玉川へピクニックに行こうとしていた際に、横浜の生麦村で、薩摩藩、島津久光の行列と出くわし、行列の前を乗馬のまま横切ろうとしたとき、これに激高した薩摩藩士に、一行はやりつけられ、リチャードソンは絶命した。この事件は、横浜居留地の外国人たちを震撼させ、安心して、ピクニックや馬の遠乗りが楽しめる場所が欲しいと、 イギリス、アメリカ、フランスの参加国の講師が山手に遊歩道と公園を設置するよう江戸幕府に要求した。当時の日本では散策のための道を作るなどの発想はなく公園という概念など持ち合わせてもいなかった。各国の領事たちは自分たちの生活スタイルを貫き通そうと何度も幕府に公園を設置することを要求し、その結果として 外国講師団と幕府との間に覚書である横浜居留地改造及び競馬場墓地投役所が交わされ幕府から遊歩道と共に公園建設を許可されるに至ったものである。ありがとうございます。